ふんどしの話が意外と盛り上がったっていうのね。なんでふんどしの話になったんでしたっけ。なんだっけ、なんでしたっけ、あれどっから来たんだっけ、あれまあいいや。 AM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツザラディオショー、ショーダショー、井上紀美子さんお疲れ様でした。時刻はお昼の1時になりました。こんにちは、ナイツの土屋信之です。花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。あ、寒いね今日もね。今日は寒いんです。今日は寒い。で、昨日まであんな暖かかったのにね。着るもんがわからなすぎて、なんか寒いって聞いたから、みんなヒートテック着るだろうと思って、ヒートテックは着てきたんですよ。ヒートテックだけじゃないそれ。それでどういう状態になっちゃう。たまにさ、ヒートテックがわかんない。いや、マジでわかんないんですよ。ヒートテックだけなんじゃない。どうしたらいいんですか。なんか着るものがわからないっていう季節あるじゃないですか。で、そういうことなんでしょうけど。今日なんかは本当難しいのはわかるよ。昨日暖かかったから。だから、だから下着だけじゃないですか。それに、まあ、ダウンジャケットを、この上からね、着てみたんですけど、ちょっとなんか、肌着でうろちょろしてるみたいになっちゃった。いや、みたいな。寒くない、ね、ちょっとそれだと。すごい暑いっす。暑いか。黒のヒートテックって、暑いイメージあるよな、なんか。あったかい。色関係ある。なんか、もう下着になってくるとあんまり色関係ないかもしれないけど。これ下着なんですか、ヒートテックって。ヒートテックって下着だよね。え、肌着。ね。っていうイメージ。あんまり、あんまそれ一枚でうろうろしてる人いない。それで日本放送をずっとうろうろしたい、ね、ボディライン丸出しで。え、これは、もしかして恥ずかしいってことですか。いや、あの、本人次第ですよ、それは。それは本人次第だけど。え、気づかなかった。あったかそうだけどな、でも。いや、めっちゃ暑いですもん。普通その上になんか着ると思うけどね。そうすると、もっと暑くなっちゃうから。そうか。もうどうしたらいいか。もうヒートテックじゃなしにして、何にしたらいい。T シャツに、ちょっと羽織るものとか、はい、そういうの持ってない。その、ちょっと羽織るものがないんですよ。ちょっと羽織るもの、ちょっと羽織るって何、ジャケット的なものだったりとか、ジャケット、ないんですか。カーディガン、カーディガンとか、いや、カーディガンって買うんですか、あれ。トレーナーとか買うんですか。買うよ。聞いたことあるんですけど、わかんない。カーディガン聞いたことあるけど、はい、買って着るものですよ。買って着るものなんですね。買って着るものですから。どこで買ってるんですか、普段。服は普段は、その渡辺直美ちゃんのそのプニューズっていう服とか、あ、ブランドあんだ、そうだ、はい、とか日線とか。日線って何。日線っていう大きいサイズがあるお店があるんですよ。それの通販とか、あと T シャツは普通にビレッジヴァンガードとか、いいなと思ってるんですよ。そうか。でもカーディガンは持ってないんだ。カーディガンって架空のものじゃないんですよ。どういうこと。なんか、いや、もうそんぐらい手にしたことないんですよ。カーディガンっていっぱいある。マジで。そんな幻なわけないで、カーディガン。本当にカーディガンって本当に手にしたことなくて。未確認まだ。いや、自分の中ではですよ。聞いたことあるっていうのは聞いてます。見たこともありますけど。見たこともあるんでしょ。見たこともあります。だって土屋さんたまに着ますよね。着れるし、あれカーディガンってやつですよね。あれカーディガン、合ってる。着るものではないと。そうですね。着たことないですね。やっぱこれぐらいの気温になるとそうなっちゃうんだ。だからもうわけわかんない。わけわかんないよね。で、気温が。だって半袖でしたし。暑いしさ。昨日暑かったよね。暑かったよ。夏でしたよね。ねえ。夏だったよ。夏でした、本当に。なんか本当沖縄にいるみたいだと思う。あ、確かに。ちょっとムワってしてなかった。してました。ね、風も強かったし。まあ、雨も降ったし。だから昨日さ、なんかまだ加湿器つけてるじゃん、この部屋。え、今日はつけてないんだけど、はい、まあ、冬場はね、なっちゃんのカバンが置いてあるからつけてる。え、なんかそこ加湿器バーってついてるけど、昨日来た時に、はい、今日いらないよねって話になったもんね。ただでさえ蒸し暑いのに。暑かったですね。そうそう、暑いからさ。やばかったな。水分量とかもすごかったですね。あー、まあ、でも水分取った方が。取りました、すごく。いいから、とにかくね。いっぱい汗かいて。いや、恥ずかしくなってきたな。前も言ったよ、でも。なっちゃんやちょいちょい言ってるよ。言ってます。ヒートテック1枚ですよって言ってるよ。それは必要、ヒートテック肌着ですよって。言ってました。言ってたよ、俺。ちょいちょい。返しがもっとなんか、ミートテックですとか、そういうのを返して。
くれたもう爆笑の嵐なんだけど。爆笑の嵐でした。爆笑するかな。ミートテックそんな受けるかな。わかんないけど。ミートテックですね。まあ言いがちですからね。あ、それ言いがちか。それ言いがちなんで。ね、すいません。すかしちゃった。すいません。そんな手垢のついた。肉ネタはいいよと思っちゃったな、ね、いやでも本当はずいな。で今日大鶴肥満にも聞いてみたいよ、はい、そうこういう時などういう格好してんのか、うん、大鶴肥満くんは、年末に、忘年会で会いましたね。あその時は、うん、そのダッフルコート着ててそれ脱いだら半袖でしたよ、うん、ああそうなんだ。だからもう分かんないんでしょうね。半袖でダッフルコート、そうそう、うん、ダッフルコートは多分世間体だと思います。いやいや、そんなことないだろ。寒いだろ。半袖ね。防寒具に世間体とかあるの。いや、だって、あんな12月の年末に、なんか、半袖だったらみんなちょっと、いや、いくら体が大きくても、さすがに、へってなる。でもちょっと力士の人とかさ、そんな厚着しないもんね。浴衣に、浴衣みたいので外歩いたりするじゃん。そうですよね。冬とかさ。でダッフルコート、だから、もう部屋の中では T シャツってことだもんね、それはね、常に。多分そうだと思いますよ。それはさすがに寒いと思うんだけど。やっぱ。暖房つけるのかな？あ、暑がりなんだもんね。基本はね、そうだよね。そうですね。脂肪があるから。でもなんか。ってことだよね。動物みたいなことでしょ？T シャツに、こうダウンとかダッフルコートが一番あったかいっていうよね、あそうなんだ、うん、もう直接何熱が伝わるみたいなって言うんだよ。なんかそのヒートテックだとか何枚もこう重ねて着るよりも、うん、薄着にもう本当、うん、肌にダッフルコート、うん、何あのがいいんだ。ダウンが一番熱が跳ね返ってくるから一番あったかいって。ちょっとやったことないけど、与座さんが言ってた。与座さんがホームチームの沖縄出身の、そう沖縄出身だからなんかもっと沖縄出身だし、雪国の人だったら分かるけど体型も微妙だし、ね、その筋肉質なのか肥満なのか微妙だし、すごい太ってるしね与座さん。そうなんですか。いやお会いしてないです最近。ジャンヌの裁きっていうドラマ出てるからね、テレビ東京の阪神タイガースの熱烈のファンの役で。初め、誰か分かんなくてさ。魔石で、やっぱドラマって言ったら、与座さんだから、もともとね、一番出てたからね、いい役で。映画ね、サマー、うん。あ、そうそうそう、ムロツヨシさんとか、そう。そう一緒にすごい役で出ててね。与座さんがだいぶ前、20年前ぐらいですよね。大きくなっちゃったんですね。大きくなっちゃった。だいぶ大きくなったね。うん、面白いんだけどね、それ今、ま、あキャラクターがあるからね。でももともと体格はいい方でしたよね。うん、そう、うん、あの人はもうなんだっけ、アクション俳優を目指して上京してきてるもんね。あで映画学校か、映画学校で、要するにジャッキー・チェンさんみたいになりたくて、うん、そうそうそうだね。だ首が太いでしょ、はいはい、すごいな、身体能力やっぱ半端ないから、演技がうまいから。うまいですよね。でマセキで一回マセキ俳優部みたいのなんかお芝居やってたよ、ね、お芝居やったね、うん、その時にやっぱり、まあ、俺はもうその当時からもうやばかったんだけど、まあ、まだバレてなかった。いや本当にね、その時はもう混乱チョップだとか、はい、なんか秋元だとかっていう魔石の若手たちね、そうそうそう、でホームチームさん、うん、ハレルヤとか言っている中で、うん、みんななんかそれぞれ役を与えられるんだけど、うん、ナイツだけ漫才師っていう役で、うん、そう多分ネタしかやらないみたいな感じだった、ね、あれができないんだろうね、その素しかできないから、そうそうそう、当てぶりっていうか、なんかそういう台本、うん、普通のセリフ、そう役に入るセリフが全くない、ね、よく覚えてるの。俺漫才師の役だったの忘れてた。漫才師だったよ確か。ああそう、なんかそんな感じ。それ劇団ハガクレの公演じゃない？ハガクレもそうだけど、だからうちらがなんか劇団に入ると漫才師の役しかない。俺ができないから。セリフを与えられない。漫才のボケしかできないから。俺が芝居をさせてもらえないの。ネタしかやらせてもらえないの。そう、いつもそうな、うちらナイツってもう昔から。そう。その時に抜群にうまかったのは与田さんと、あ、そうね、あと小林健太さん。っていう着ぐるみピエロ、大野さん、大野さんとかね、うん、でやっぱりその大野さんは役者として、与田さんも役者として、あと健太さんは青汁の CM としても、うん、さあ皆さんこの青汁って毎日見る、めちゃくちゃよく見るよね健太さんの青汁、健太さんの青汁の CM めちゃくちゃ見るでしょ、見ます、ね、見ます、やっぱ演技が滑舌いいから、なりきることができるから、あの人はなりきるっていうか、ああいう人だってなりきることができるけど、あんなのやっぱ恥ずかしい、ちょっとでも恥ずかしい気持ちがあったらできない、演技力でやってるってあんま言わない方がいいけど、そうですね、なかなかないですよねそれは健太さん、ね、昨日だ劇団スティックのそういえば打ち合わせ
1回目の。ついに今度のミュージカル。はい、ミュージカルの4月からのミュージカル。読み合わせ読み合わせ。やりましたけど、まあ大変だね。なかなかこう、ミュージカルをやるっていうので、それで一応ミュージカルやるっていうのでもう全部進んでたんだけど、そのスラッシュパイルさんが一応やって、片山さんもね、昨日来てたんだけど、もう本当信じられなかったのが、絶対大丈夫だと思うんですけど、なんか、一応これだけ言っとかないけど、楽器使えないかもしれません。え？楽器が使えない。楽器？ことも会場が？うん、あ、こともあるかもしれませんって言われちゃったから、え？いや、じゃミュージカルどうしようかな、みたいな。まあ、絶対大丈夫と思うんですけど。生バンドって言ってました。生バンドでやるから。ね、まず、じゃあ確認がまだ。確認って言ってたけどね。うんうん、まあ、とりあえず会場を抑えちゃったけど、うん。その場合、だから、その場合のことも考えなきゃな、みたいな。感じでしたけど。だいぶ変わりそうですけどね。もう不適切に程があるで、先にミュージカルやられちゃったなと思って。いやいや、ミュージカル。ずっとやってるからと思って。意識が全然、全然被ってないでしょ。被ってわかんないけど、ミュージカルってもともとあったし。質が違うしね、その。質が違う。出る芸人の。そうそうそう。ね、え全然違う。昨日その2時間こう、まあ、だ、40分ぐらいだったんだよ。まだ全部できてなくて、途中までで。それで、なんか足りないなってなって、あの、棒のシーンないじゃないですかってなって、去年棒で戦うシーンがあったのよ。あ、盾ありましたよね。盾。あ、そういえば、棒の盾ないなってなって、はい。だから盾はどうやって入れるかみたいな。無理やり。盾がないともうちょっと物足りなくなって。やっぱ劇団スティックだから、棒使ってなんかやんなきゃいけないだろうってなって。そんなルールもそう知らないけどね。まあ、ポールダンスの話にしてもいいんだけどね、なんかわかんないんだけど。いや、わかんない。元の台本知らないから。知らないから。どっちが大変なのかわかんない。今からポールダンスにするのか、盾を入れるのか。わかんないんですけどね。まあ、だから棒要素をもうちょっと入れたいと。そういうことです。楽器で棒要素はない。楽器で。あれじゃないですか。あ、楽器はな、金コンカンコン、金コンカン。あれなんかね、棒が羅列してる。あれ棒ですよね。いいね。うん。あ、いいね。ディジリドゥでいいじゃん、じゃあ。ディジリドゥも棒で。いや、でも空洞なんで。あ、そっかそっか。ダメなんですよ。芯がないんで。すいません。先週ね、その話で。荒れたからね。荒れたんで、はい。こっちで、そんな議論起こった、それ。芯がないんで、すいません。だから、まあ、どうでもいいだろう。チケットも結構おかげさまで、まあまあ売れてるから。あ、もう売れてるんだ。もう完売に近いんだって。だからもうみんな一気にテンションも上がって。モチベーション高い。頑張りましょうってなってね。まあ2回目だから、もう大体こうわかるじゃないですか。で、終わって、みんなでさ、飲み行くんだよ。もう本当劇団みたいに仲いいから。だけど俺は行くとちょっとなんか気使われるのが俺もわかるから、なんか、あと、俺に声かけてこないんだよね。なんか俺、お腹ちょっとうまく巻いてみんな、こう、なんか、俺も座長だなって感じがするんだけど、なんかその分かるの、もう。座長がいない方が。いない方が楽しいんだろうなって、堀江も多分気遣うし、で、なんとなくこう、集会所からみんな固まって歩くときに俺は少し行かない方がいいなと思って帰るんだけど、その集会所の取ってくれたり、お金払うのは全部ハガちゃん菅野智之が払ってくれるわけ。そうなんだ。で、ハガちゃんだけいつも、みんながこう、帰った後に掃除機かけて、で、そこの集会所の人にお金を自腹で払ってだよ。自分でやるのよ。で、そのなんか苦労もみんな、まああんまり知らないくて、なんかもう帰っちゃうじゃん。で、ハガちゃんも飲みにもなんか誘われないからかわいそうだなと思って、昨日俺二人でハガちゃんとその後、じゃあ行こうかって飲み行ったんだけど、やっぱすっごい面白くてさ、ハガちゃんが。なんか YouTube やってんだよ。うん、もうね、なんか YouTube の名前なの。チャンネル名が。うん、これ何なのって言ったら、はじめは野球の、要するに野球、もともと菅野の真似やってるから、で動画上げてたんですけど、一回飛行機の風景みたいのを動画上げまして、はい。それで、まあ、野球と飛行機の、ってなったんですけど、この前バイクのちょっと動画も上げたんで、全部チャンネルに入れなくて。増えていくってこと？タイトルが。新しいっすね。だからラーメン食べたらラーメン入れなきゃいけなくなっちゃうよって。だから菅野智之チャンネルでいいんじゃないって言ったら、ああ、すごいっすね、その発想みたいな。え？そんなわけない。すごいな。みんなそうしてる。すごいっすね。逆に斬新だけどね。うんうん、聞いたことないですよ。増えていくの？うん、増えていくの斬新。で、何が乗ってんのか。乗ってんのか気になる。ああ、そう？ほんでね、さっき、ね、芸人さんブラストの話してたけど、ちょっとその、常宗っているんですよ。うん、その、全部その、バルーンアートとか、紙切りとか、一人でできちゃうやつがいて、
でそいつがもう何年かかけて全国の社長と知り合いになって、うん、毎日営業があるけど、うん、自分の体一つしかないから自分と同じパッケージをできる芸人を今作ってて、うん、それになんかやっぱり売れてない芸人がちょっと食いついて常宗の弟子みたいなやつが今何人かいるわけよ、うん、漫才協会にも、うん、それでこの前俺はハガちゃんも仕事ないから、うん、常宗とさ一回会わせたのよ、うん、ほんで常宗に会ってるって言ったら、うん、あ実はこの前初めて常宗さんとあのバルーンアートを、うん、あのちょっと僕のために1時間ぐらい時間作って、うんやってくれたんですよって言ったら、うん、よかったじゃないですか、なんか作れるようになったのと、あ一応、まあ、犬を、はい、あのプードルみたいな、プードルみたいな、なんか犬作れるようになりまして、うん、とかよかったね、うん、つってそれでそしたらさあの YouTube 上げないのってそれって言ったの、うん、そしたらあもうはい一応上げてますって、うん、だけどそれだけ単体でいけると思って、うん、菅野智之のバルーンアートっていう変なそれだけ単体の YouTube チャンネル別のチャンネル作ったの、え作ってんのそれだけ、うんうん、えサブでってサブじゃなくてなんかもうまあまあまあ別で、まあ、サブチャンネルってことだよね、サブチャンネルみたいな、そうそうそう、それで見たらさ13人しかいなくてさ、うん、その犬のやつ1個しかできないんだよまだ、すっげえ下手なのそれ犬のやつ早くないですか珍しいタイプだよね。それは。なんかわかんないけど、もっとさ、うん、バリエーション増えて、ね、犬だけじゃなくても、いろんなやつでいけると思って、うん、チャンネル作るんだったらわかるけど。でもこれからチャンネル作ったってことは、どんどんバルーンを増やしていくっていう決意なんでしょ、それは。決意なのかな、わかんないけど、うん、そう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 。バルーンはでもね、うん、その、バイクとかと一緒にはしないんだね。バルーンだけがなんか大バズりすると思ったみたいで、あ別にしたかったんだ、大バズりすると思ってんのかな、気になるけど気になるよね、はい、なかなか成長していく過程も見れるかもしれないですからね、ねえ、ああそうだよね、こんなの作れるようになりました、ね、そうだね、ただねまず、うん、犬を完成させるまでの動画、うん、必要ですよね、だから上手くなっていく過程みたいな、うん、そうだね、まだ全然1回目はこれでした、あんまり上手くなかったね、うん、なんか全然みたいな、めっちゃ上手くなる動画も、ね、なんか思ってた 犬と違ったね、なんかえ研修顔長細多かったし、なんかボルゾイみたいな、うん、全然可愛くなかった、ね、もうだって散々見たもんね、その、うん、バルーンアートの犬なんて今までね、なんだこれ首長くない？え、顔ができてなくて、どっちが尻尾なのか分かんない。分かんないね。これで、両方尻尾みたいな。これで、顔が見えない。こいつ今、全国営業行こうとしてる。すごい。すごい。大丈夫だ。これは、免許改善になってんのかな、常宗君的にこれは。なってないと思うよ。ねえ。すごいな。1時間集会所で習っただけだもん、だって。まあ、そうか。免許改善までね、YouTube やんなほうがよかったんじゃないかなと思うんだけど。ねえ、もったいぶってもね。面白いよ。ねえ、ぜひみんな見てほしいですね。見てほしいよ。そうですね。バルーンアートってでも、犬以外ってさ、あんまりないね。お花とかじゃないですか。あ、花あるか。お花、うん、花あるね。剣とかね。剣ね、うん、ありますね、は見たことある、あのキット買ったんだって、あああるんだ、あるんだって、空気入れるやつ、うん、あ空気、それ で今後どうするのって言ったら、そのキットの箱に、うん、なんかあんじゃん、犬の作り方とか、それを見て今勉強します。それもなんかさ、小学生とかもさ、なんかこのそれでさ YouTube とかせめて営業回っていいわけ、それで大丈夫なの、お金もらっていいの、それで、うん、初心者キットの箱の裏に書いてあるやつをで営業回ろうとしてるやつってあんまいないじゃん、いないです、ね、こいつ大丈夫かなと思ってさ、すごいっすね、面白いよ、やっぱり純粋だからね、それも全部、なるほどね、眠くなってきちゃってさ眠くなってきちゃった、おもろ、すごい、ね、最高です、面白いです ね何やったの、なっちゃん今週は、うん、あ昨日映画見に行ってましたね、うん、何の映画、あの某は恐れているっていう、うん、ミッドサマー あの監督で、あのジョーカーの主演の方、うん、あの人フェニックスさんが、へー、面白かった、いやー、3時間なんですけどね、なんか、うん、ちょっともうちょっとね、うん、説明が難しい、もうずーっとわけわかんなかったです、え
ずっとわけわかんない。で、ずっとわけわかんないのに、一、うん、回も眠くならない感じです、ね。あ、それすごいじゃん。で、考察をしようっていうのもちょっとあるじゃないですか。そう、映画見ながら、うん。ここがポイントかな、ここがポイントかなってなってる間に、ずっとその主人公の中にいる感じというか。本当にわけわかんないかったですね。どういう話なの？ホラーなのか、簡単に言うとサスペンスなのか。なんかジャンルで言うとホラーコメディーみたいな感じでは書いてあったんですけど。ああ、そうなんだ。まあ、前情報入れないで、行って、その、まあ、主演の方のこう主観なのか、妄想なのかとかも、全然もう、狭間がわからないというか。視点が変わってくる。現在地が分かんないですよ、ずっと。だからもう3時間もずーっと目がランランとしちゃって、帰りご飯食べて帰ろうと思ったんですけど、胃が痛くなっちゃって、なんかお腹いっぱいになっちゃって、なんかご飯食べれなかったです、昨日夕飯。でもなんつったらいいんだろうな、いや、落ち、いや、もう見てほしいですけど。まあそうなっちゃうよね。結構そういうの好きなんだ。いや、そのミッドサマーが好きなんで、その監督のだからって言ったんですけど、本当にわかんないですね。なんか逆に見てみたくなるけどな、やっぱり。見て、面白そう。見てほしいですね。で、急いで、ちょめちょめクラブの大島君に LINE して、マジで わけわかんなかったけど、どうしたらいいの、この感じみたいな。したら、なんか、あの、日本の文化的には、ちょっと難しいかもしれないですねっていうのが返ってきて、日本の文化、日本の文化、もうそれでもうわけわかんなくなっちゃった、すっきりしようと思ってね、電話した。でも、そう、でも自分まだ考察動画をちゃんと見てないんですよ、そういうのあんまり見ないじゃないですか、でもこれはちょっと見た方がいいのかな、みんなどう思ってるのかなっていうのは思いましたけどね。それが楽しみなんじゃない、これからちょっと大島くんとかもしね、上げてたりとか。いや、そう、多分上げた、いろんな人やってるでしょ、それね、上げてると思いますけどね。それ見るの楽しみだけど、なんか映画の、ね、あの、朝一、この前ラジオの特集やってた、ポッドキャスト特集やってたけど、結構よく聞かれてるのは、その映画の、あの、その見た映画の感想のポッドキャストがよく聞かれてる、なるほど。まさになっちゃんと同じで、まあ、YouTube じゃなくても、どういうことだろうって、他の人の感想を聞きたくなるって。ああ、聞きたいですね。言ってた。そうはね。ずっと混乱してる。あの、イヤダンの、あの伊藤君と見に来て、いや、もう終わった。伊藤も見てた、最後まで。見てました、ちゃんと見て。伊藤は寝てた。寝てない、伊藤は寝てない。ちゃんと2人とも混乱しちゃって、喋って、その消化したかったんですけど、あれ、あそここうだったよね、そうだったみたいな、もう本当、噛み合わないというか、なんか、まあ、映画って、まあ、見る人で違うっていうじゃないですか、もちろん。それの噛み合わなさが今までで一番噛み合わない感じというか。じゃあ伊藤と言ってることがなんか違ったりするんだ。そう、あれは、まあ、あれはあったよね、見えたよね、みたいな。あ、それ確認な。確認。確認は、ああ、あった、あった、で、こういうことだったよね。こういうことじゃなかったみたいな、その、もう、それがもうめちゃくちゃというか、混乱しちゃって、二人とも。じゃあまだスッキリしてないよね。そうです。だから考察で、他の人の意見は聞きたいですね。そういうのをもう込みで作ってるかもしれないね。そうなんだよね。もう今の時代だから、ね、そうですね。なんかね、こういうなんか評論家とかそういうなんか考察系の人たちがこう盛り上がるんじゃないかって思って作ってるのかな。かなり入り組んで止めるんだったら腑に落ちることはあるんですよ。だけどそれだけじゃ納得いかないよねっていうことが多すぎて、ちょっとまだ食欲湧かないんで、味噌汁しか、ちょっと今日、あれなんですけど、飲めないですけど。食欲なくなる意味わかんない。いや、考えちゃうんだ。考えちゃうんですね。なんか、グロい描写もちょっとはあるんですけど、それで気持ち悪いとかじゃなくて。とかじゃなくて、うん、なんか、すっきりしたいんだね、とにかくね。すっきりできるのかな、まあ、だって、続編とかあるわけじゃないからね。いや、多分ないと思います、それは。そうだよね。今日ね、漫才協会ザムービーの、リスナー試写会あります。同じ同じ考察系、同じ考察系だよ。考察系、うん、そう、なんかもうみんな終わった後に集まりたくなるみたいな。もうなんか気持ち悪くなる。ええー、
食欲なくなる。なんであんな急に見たくなくなるでしょ。そう人のあんな汚い家見なきゃいけない。家はめちゃくちゃ見れるね。あ、そうなんだ。汚い家はすごい出てくるかもしれない。終わった後の感想がさ、うん、売れてる人の家は明るいですけど、売れてない人の家って暗いですねって言われたんだから誰かに。どんな感想だよ。そうなんですね。なんか暗いんだよ、ね。風水的なことだ。風水的に。なんか違うんだ。部屋の明るさもあるけど、へ、うん。もうだからさ、今日も一軒ぐらいなんだけど、25社ぐらいの取材を、これまでね。これまでやってて、そうだよね、この前なんかさ、漫才協会のさ、もう場所がなくて、漫才協会の事務局でやったんだよ。すっごい狭いとこで。で、その次の会社はもうそこにいるんだよ。で今こっちの会社が、まずじゃあ、この、なぜこの、あれをやったきっかけを教えてください、つって。いや、まあ、ほんと初め僕も全然、わけわかんなくて、まあその、ミックスゾーンの戸田さんが企画して、だんだん、じゃあやりましょうかってなってったんですっていうのも、もうずっと言ってんだけど、その、聞いてんだよね。うん、で、その会社の時にさ、次の人もね、同じ質問するから、うん、聞いてただろうと思うんだけど、いや、もう本当昔からやりたかったんですよね、とか、ちょっと書いてあったり書いて。違うバージョンにしようと思って。そういうのってね、やっぱなかなか端折れないもんなんですね。難しいですね。たださえもう時間押してるからさ、なんか、さっきのやつ、まあ、聞いてなかったのかね、もうちょっと準備とかで分からないけど。本人がちゃんと取材したことじゃないと書けないみたいな。やっぱ書けないのか。そういうルールあんのかもね。と俺は思うんだけど、ね、結構、まあ、もう、まだまだあるからね。宣伝の人がね、いっぱい撮ってきてくれるからね。見どころはどこなんですか？見どころどこなんですかとか言われるでしょ？そうですよね。そうなのよ。見どころ。それもだからあんまり、なんかボケちゃうとさ、あれだからさ、でもなんか全部ボケに聞こえるみたいで、本当のこと言うのに、なんかあの時の雄平師匠のあれがって言ったら、なんかはいみたいなさ、なんか出てくる名前があんまり知らないからみんな、そうなんだよね。ああ、そっか。まあ全部なんだけどね、見どころは。2時間ぐらいですか？ 1 時間40分です。こんな長くはないです。はい。楽しみだな。ね。楽しまだね、見てない。見てないです。いいからね、うん。今日もリスナーの皆さんがいっぱいね、イマジンスタジオ来てくれるから、そこで最初、おぼんこぼんとねずっちとナイツでトークして、はい。トークしてね。で、終わった後もナイツでトークして。はい。あとサイン会とか、ね。サイン会が。ね。あすごい。します、今日は。今日はあります。ずっと今日一日日本総で。ずっといます。すごいですね。はい。楽しみだな。なっちゃん、今日見に来てほしかったけど。ちょっと今、いろいろ調整中です。調整中ちょっと待ってください、うん、はい、見れる可能性もあるっちゃ見れる可能性もある、はい、見れなかったら、うん、その3月でしたっけ3月の1日公開1日に見に行きます、うん、ね、本当に来ていただきたいです。そうですね、お願いいたしますよ、うん、はい、それではね、そろそろ行きましょう。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the dayWe've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!改めまして、こんにちは、ナイツの土屋のぶゆきです、はい、花輪のぶゆきです。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツのラジオショー、本日もよろしくお願いします、はい、お願いします。今日2時台のゲストはママタルトの2人、うん、以前ね、なっちゃんの代打で、はい、大鶴ひまんくんも来てくれました。ありがとうございます。さあ、そんな中メールテーマを発表します。はい、マルシアさんの振り向きは横浜が流れてますね。え、ママタルトの大鶴ひまんくんはですね、以前番組出演した時に脂肪は筋肉にならないと聞いて思わず「えっ！」と声を出してました。心の声だったもんね。びっくり飛び上がってました。そう、ね、その肥満君のように「うん、えっ！」と声が出てしまったような驚いたエピソードを送ってください、うん、はい、例えばですね、うん、部屋を掃除していると免許の更新のハガキが出てきて、とっくに期限が過ぎているハガキを見て「えっ！」と声が出ました。あるあるあるとか、うん、何気なく NHK のど自慢大会を見ていたら
母校の岡田先生がゴリゴリに扮装して面白枠で出ていました。どの自慢にね知り合いで出てたりとか、ね、言っちゃうよね、うん、急に見ると、はい、メール来てます。岐阜県のウォッチャーさん、はい、以前私が通勤電車の中で本を読んでいた時のことです、うん、とあるミステリー小説を読んでいた時、うん、クライマックスの展開があまりにも意外で衝撃的だったため思わず電車の中のにえっと声を出してしまったことがあります。周りからの目線が痛かったっていやでもそんな周りが気にならなくなるぐらい驚けるような、うん、なんか書物にちょっと出会いたいね。それはちょっとなんか小説とかに、うん、そうだよね、それはちょっと楽しいだろうな。でもな、それぐらい驚けたらびっくりしたってことはすごいよ ね、 ね、小説どん何の小説だったんだろう、ね、気になるよね。オチが意外な。自分もリングの小説を深夜に読んでて急にバツンって停電になった時はえって言いました。それは怖いね。それは怖いね。いやめっちゃ怖かったですよ。めっちゃ怖いね。めっちゃ怖かったですよ。ね、慌ててえっつってわーでしょそれ。いや、うん、絵ですよ。絵だった。絵なんです。わーじゃないですよ。あの踊れた時って絵なんだ。絵でした。ね、そういう時はね、うん、めちゃめちゃ怖かった。なんで絵って言うんだろうね。あいうえおのね。外国人も言うのかな絵って。絵とはね。そう。世界共通なのかな。そう、驚きの単語なんてさ、もうなんか言語とか関係なさそうなもんじゃん。そうだよね。でも外国とかってどうなんだろう。えって言うのか。いつからえって言ってた。赤ちゃんの時。赤ちゃんの時。いやその子供。最初のえはいつだったの。最初のえっていつなの。ね、うん、あ。疑問のえですよね。えでしょ。え全然違います、ね。その絵が。いや嫌な感じですね。嫌だな、それ。今日はそうえの。え大鶴肥満が、ね、脂肪筋肉にならないって言われた時は A だから、それがテーマですけども、ね、たくさん送ってください。その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などお待ちしております。宛先なっちゃんからお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。日本放送でお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10。 支払い新習慣。足を洗うなら、私、ブテナロック足洗いソープです。有効成分の殺菌力で、足の臭いやぬめり、きれいさっぱり洗い流しましょう。ブテナロック足洗いソープでした。出荷本数100万本。日本道路交通情報センターの小市さん、お願いします。はい、首都高速道路は湾岸線の横浜方面へ向かう西行きが東海ジャンクションで事故のため臨海副都心まで5キロの渋滞です。この影響で中央環状線の内回りは大井ジャンクションで2キロの渋滞です。高速道路は東名高速道路の上りが東京インター付近で乗用車同士の事故のため3キロの渋滞、下りは大和トンネルで10キロの渋滞です。圏央道の外回りの坂東インターと上総インターの間の故障車に伴う通行止めは解除になっています。神奈川県の国道135号線は小田原市江ノ浦で事故のため上下線とも2キロから3キロの渋滞です。道路交通情報センターの小市でした。小市さん、ありがとうございました。次の日本放送交通と石綿を吸い、中皮腫、肺がん、脊念肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、
第一東京弁護士会所属向井美穂です。明日は新潮社中瀬ゆかりさん登場、砂原幸太郎さんの新刊四つ湯語りをご紹介。さらに小倉智昭さんも登場、小倉さんの半生を綴った新刊本音からお話伺います。ハッピーは明日も明日。花輪です。ナイツの土屋です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 。花輪です。この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。さあ、このコーナーは有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。久しぶりに芸人さんのネタを見ていこうと思います。スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください。後ほど番組 X に動画をアップするのでぜひご覧ください。そしてこのコーナーでは芸人さんの思い出の劇場も伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていきます。さあ、それでは早速ネタです。こちらの方です、どうぞ。スターへの道を一歩ずつ歩いていく。そうみたいですね。飛行機が墜落して無人島に漂流するなんて、これからどうしたらいいんだ。はい、あなたは元レンジャー部隊ってことは、サバイバルの知識があるってことですか。え、あなたは病院に、しかも野草の知識がある。え、あなたは無線通信士。無線通信士、飛行機の無線直せるんですか。本当ですか。僕ですか。僕は医者です。皆さんが怪我病気をしたら治すことができます。奇跡のメンバーだ。すごい、生き残れるかもしれない。やった。あなたは、え、あなたはどんな職業。僕はワインソムリエです。お、ワインソムリエ、かっこいいですね。ごめんなさいね。かっこいい。ごめんなさい。なんかすごい、いい流れでしたもんね。できることやりました。ちょっと知らなかったよ、ワインソムリエ無人島で何の役にも立たない。くそー。ソムリエさん、はい、これブドウですよ。ブドウ、向こうに自生してたんですよ。すごい。これ何かできませんか。何か、いや、僕は飲むことしかできないです。そうですよね。ごめんなさい。面白いですね。面白いですね。散歩、はい、ビクターミュージックのね、散歩が出てきました。だから、あの、日本放送のお笑い大会、お笑い有楽町で以前優勝させてもらいましたね。すごいんだよ。で、僕らの前に優勝したダニエルズ、僕らの後に優勝したチャンピオンズと羊ネイリはラジオショー出たことあるのに、僕らは呼んでもらってないです。そんなことあります、ね、そんなルールはないんだけどね。ないんですよね、うん、面白いのにね。ね、面白い、いいね。無人島で職業を言ってくるの、そういう設定だけでなんかこういいよね。ソムリエってかっこいいけどね、かっこいい。確かにブドウをかっこいいですね。お酒にはできないんだね。すごい、なんか、なんだろう、代弁者だよね。代弁者だよね。いいね。思い出の劇場とエピソード、はい、新宿オルティナスタジオ、オルティナスタジオ、もうない劇場なのですが、3、4年前に1ヶ月に1回ネタライブとトークライブを毎月のようにやってました。売れる前のランジャタイさんやヤダンさんなど、今となってはそうそうたるメンバーにお声掛けしてもら、やらせてもらってました。すごい、ね、支配人の方が僕らのことを気に入ってくれ、無料で貸してくださって定期的にライブを開催できました。新宿オルティナスタジオがなければ今の僕たちはないかもしれません。このなんかコメントもいいよね、真面目で。真面目だよね。ウルティナスタジオっていうのあるんだね。あ、知らなかったですね。憧れてる。知らなかった。あ、なっちゃんも知らない。知らないです。名前変わったんですかね。ああ、名前が変わってるってことあるのか。あると思う。カズレーザーとどっちか一緒に住んでたの？なんかそうですね。多分名前違う。岩永くん。そうですね。散歩っていう名前じゃなかったと思う。いるからね、カズが。そう。カズ増えちゃったでしょ、先生。カズ増えちゃったって。カズレーザーが増えた。カズは一人なんですよ。あ、CM なんか。CM ね。はい、やってますね。リクナビね。はい。増えちゃってますよ、あれは。確かに。ね。我が家にメープル超合金さんが出た時の M1 の1番という順番の紙があるのですが、うん、絶対にお二人が持ってた方がいいような気がするのです。かなり恐れ多い。1番だったの？あの年。トップバッターです。それを今岩永くんが持ってるらしいです。だからってことでしょ。自分が引いたんですよ。デジュン。ああ、そうだね。はい、あ、その、あれ、抽選の紙か。抽選の紙なんか持ってる、はい、あんたと持ってないでしょ。
捨ててるでしょ。あんなの持って帰れるの？持って帰れる？いやどうしたんだっけな。いやあんなのなんであんなの持ってんの？返すでしょ別に。だ多分紙だったと思うんだ。であ結構台紙がちゃんとしてた紙だったんですよ。うん、金の枠でなんか。うん、ええー。だじゃあ。大事にしてほしいですね。本人は、はい、ね、自分が持っててもって言ってるけど、ね、うん、やだなっちゃうじゃん。もう返したら今度ゲストに呼んで、うん、その時に持ってきてもらえる。嫌だったら別に、うん、ね、はい、そうですもらえますけど。さあ散歩のお二人でした。今週は以上になります。皆さんも好みの劇場見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。サーフェスプロ9はミーティングもドキュメントもパワフルにサポート。スリムでスマート、クリエイティブの心強い味方。いつでもどこでも使いやすいサーフェスプロ9。詳しくは早く売れそうだぞ。ねえ、どこにいるの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや別に。はあ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はあ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万。続いてアミドの 3S がお送りするハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さんお願いします。はい、こんにちは。お伝えします。ここでアミドの 3S からのお知らせです。そろそろ花粉も飛び始め、お悩みの方も多いのではないでしょうか。 3S も加入をしている花粉問題対策事業協議会、通称ジャポックと通称産業省、環境省が23日金曜日に花粉症に悩む方々を対象にしたイベント、もっと知ろう花粉症対策のことを、新宿のフーハー東京にて開催します。花粉症は未だ多くの方々を悩ませ続けている社会問題です。このイベントでは花粉症研究の第一人者である大久保教授と、花粉症に悩むタレントの結城真央美さんのトークショーや、花粉症対策グッズを紹介するブースなどを設置し、空気清浄機やマスク、アミドといった製品を展示し、花粉対策の最先端情報を発信したり、花粉症に悩む方々にとって有益な情報コンテンツを盛りだくさんに用意しています。イベントの内容など詳しくはホームページでご確認ください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、今日の、ね、はい、テーマがえって驚いた時なんですけど、はい、なんかありますか？この間あの駅の自販機でカードにチャージしたら、はい、5000円チャージしたら、うん、あのお釣りがちょっと少なかったんですよ、うん、枚数が。でよく見たら2000冊書いてたんです。珍しいですねと思った。はい、確かにもう今あると思わないからですよね。一瞬びっくりしちゃう。2000冊に入ってくることなんかあるんだ。あるんですね、回ってるんですね、まだね。ね、回ってるんですね。はい、その話いただきます。あ、どうぞ。いただきますってどこですか？明日のオープニングで。ありがとうございました。ありがとうございます。田中さん、ありがとうございました。さすがナノキャッチフィルターです。アミドに貼るだけ花粉をキャッチ。3S のナノキャッチフィルターは花粉を 96.8%。 日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はい、お伝えします。
自民党安倍派5人組の松野博一前官房長官と西村康稔前経済産業大臣、それに高木剛前国会対策委員長が派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた衆議院の政治倫理審査会に出席する意向だと自民党側は今日野党側に伝えました。自民党の浜田国会対策委員長は衆議院の政治倫理審査会を来週開催する考えも伝えました。日程は今後調整します。また参議院側の会長を務めた世耕弘成前参議院幹事長が参議院の政治倫理審査会が開かれれば出席する意向は今日午後の衆議院予算委員会の理事会で、新年度予算案採決の前提となる中央公聴会を今月29日に開く日程を提案し、野党は持ち帰りました。与党は27日開催を当事会で、イスラエル軍が準備するパレスチナ自治区ガザの最南部ラファへの地上侵攻を回避するための即時人道停戦を求めた決議案が否決されたことについて、林官房長官は今日の記者会見で残念だと表明しました。我が国としてこれまで様々な外交努力を行ってまいりましたが、結果として安保理決議採択に至らなかったことは残念であります。我が国として人道支援活動が可能な環境を確保し、また人質の解放につながるような持続可能な停戦が実現するということを期待しておりまして、今般の決議案に賛成票を投じました。決議案はパレスチナが非常任理事国のアルジェリアを通して提出したもので、常任理事国のアメリカが拒否権を行使しました。外交関係者によりますと、アメリカは可能な限り早急な一時停戦を支持すると表現を後退させた独自の決議案を、今後案外弱者となりやすい外国人を支援するため、神奈川県愛川町は災害時に避難誘導や通訳にあたる外国人住民らによる消防団を創設する考えを明らかにしました。愛川町には工業団地で働く外国人が多く、今月1日現在、町の人口の 9% にあたる3400人余り、歌謡グループ内山田博士とクールファイブのメンバーとして活躍した小林正樹さんが今月15日午前、老衰のため東京都内の病院で亡くなりました。81歳でした。前川清さんは、クールファイブのメンバーに加えてくれた小林さんは私にとっての恩人。去年10月のコンサートに駆けつけてくれ、立派に歌ってくれた勇姿が目にやパーソナリティ佐久間の話し足りない毎日。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ2022から2023が不走者から発売。豪華ゲストトークや佐久間信行の一問一答なども必見です。各ネット書店などで予約受付中、詳しく。ヒートテックとかね、その服の話したので、はい、服に関するメール来てますけど、はい、伊藤さんという方ですね、はい、私はセーターを着た記憶がないです。特にハイネックのセーターがチクチクしそう、着てみたいと 思ったことはありません。私もヒートテック1枚で過ごすことあります。ただコットン生地のヒートテックなので、そんなにヒートテックしてないと思います。初めて聞いたヒートテックしてないって初めて聞いたけどね。そうですね、コットン生地みたいなやつって、なんかあのヒートテックの中にもすっごいヒートテックあるよね、確かに。極暖極暖、これ分厚いやつでしょ。これ薄いやつでしょ。これ薄いなっちゃうやつは普通の、まあそうだね、一番薄いやつだよ、ね、体のラインがすごい出るやつね、じゃなくてもうな、うん、中がさもう肝みたいになってるやつ、ね、あれすっごい熱いよね。あれとかジラピケのことをキャンプファイヤーって呼んでるんで燃えるように熱くなります本当に。キャンプファイヤーって呼んでるの。そう、もう暖取れすぎちゃって、キャンプではないじゃん別に。暖取れすぎちゃってめっちゃ高いもんね。めっちゃ直火ぐらい熱いってこと。やばい。極暖はさすがにちょっと手出せないですね。そうだよね、はい、申し訳ないですけど、俺もその首はすごい
ある。首がチクチクやる、ハイネック嫌なんでしょ。ナダルみたいなやつですね。完全にダメで、うんうん、そうなんだ。あれもダメだった、爆笑さんのあのネズミ、あのね、あれもダメだった。爆笑問題のあのネズミもなんで首嫌なんだ。首がこうなんつうの、あの締まってるのがもうダメで、もうずっとこうやって首こうやってあの引っ張りながらやってた。なんかあったんですかね。いやダメなんだ。俺もあの床屋さんとかもうーってなっちゃうんだ、だからまずグーッつって、うん、自分の最大限の太さを作って、なんでそれがたいんですよね、きっと。そこに縛ってもらってから緩めるっていうのをし、うん、マフラーも嫌なの。いやいや、なんか急に俺ちょっとこう来たのかと思って今首見に行ったら、首たけしさんの首見に行った、首そのつもりで見に行ってないよ別に。首見れましたちゃんと。いや結構嫌だ。ああいうやっぱダメなんだ。もうやっぱり、ダメなんだ。あ、じゃあ本当なんか人としてなるんですわ。あれは別に。あれみんななるでしょ。あ、マフラーとかも嫌なんだ。マフラーはまだその自分で調節できるじゃないですか。ああ、なんかこうふわっとしてるからね。もうそれもタートルネックとかはもうキュッてなってる。タートルネック着てる。タートルネック。あ、タートルネック常時着てる芸能人ってナダルぐらいしかいなくない。ナダルしかイメージないですね。だからすごい空いてる枠だよね。印象つくじゃんやっぱり。そうか、タートルネックキャラって。おばあちゃんのお兄さんもでもなんか今もうあれだね、小栗旬のモノマネでやってるだけだもん。そうかそうか、うん、誰かいたかな。あんまいないんだよね女性だと。ん、女性とか女性でタートルネックほんまいない。あんまりみんな着ないよね。着ない。もう俺も人生でそんなに嫌だよね。あんまり、うん、確かに。あんまりなんか元気なんかそうリラックスできない、うん、好きだけどね、そういうタートルネックスの女性は。女性は、うん、あ、見てる。ダボっとした感じの。そうやの。ありますよね。好きなファッションであるけど、自分はなんかあんまり着ないね。確かに。そっか、それがあるから。それプラス、そのなんかヒートテック暑さとかあるから。そうだよね。なおさらやっぱ着るもの難しい。難しいですよ。明日もちょっと寒くなるって言われて。そう。雪降るかもしれない。明日雪降るかもしれない。今週どっかで雪降る可能性がある。可能性があるって聞きましたけど、ね。凄まじいね。どうし、何着たらいいですかじゃあ。もう、え、カーディガン。カーディガンに手を出す。カーディガンいいと思うよ。え、カーディガンがだってダメな理由ないでしょ別に。いや、いい理由もちょっと分かってないから分かんない。そのちょっと羽織れる。そう、ちょっと羽織れるが分かんないですよ。暑くなったら脱げばいいし。どうしたらいいんだろうかな。マジで本当に分かんない。解決に向かってない。ちゃんと向き合って。向き合ってよ。向き合う。ちゃんとカーディガンに向き合って。逃げないで。ちょっと羽織ることに。逃げてって。もうちょっとって何。もうだったら着ないし。え？ちょっと羽織るんだったら着ないってなっちゃうんですよ。いやでも。T シャツだと寒いんでしょ。涼しいというか。そうですね。ね。そんな時にちょっと羽織る。羽織る系がまずできないのか。できないんですよね、羽織るのが。できないことないでしょ別に。でストールとか。ストール？ストールとかよくわかんない。T シャツ、あ、そうだね。うん、難しい。あれはわかんない。あれは俺も。でそのわからなさがそれあのカーディガン。それやっぱりね。思ったけどね、ラジオショーでファッションの話になって極端に弱くなるんだよ。伝えづらいしね。うん、そう。ストールが何なのかいまいちわかんないし。気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買い取りはカメラの北村。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、脊面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000番、70の7000番。木曜日から25日日曜日まで代々木公園イベント広場で発見福島お魚祭りを開催します。常磐ものと呼ばれる福島県産の魚介を使った海鮮丼、郷土料理、パエリア、中華そばなどおよそ25種類のさまざまなメニューを販売。さらに食べて応援日本の幸エリアでは北海道三陸地域のホタテやアワビなどを使った料理が楽しめます。入場料は無料。詳細は
魚ジャパンフェスで検索。みんなで。Thank you.